皆さんこんにちは、しきです。シンクロニシティ2020は新型コロナウイルスの影響により中止と決まった時はとても悔しく残念な気持ちでした。今年は15周年と大切な節目に準備を進めてきた主催スタッフの方々はそれ以上だと思います。そこで5月1日からクラウドファンディングが始まります。昨年私たちに初めての東京ライブの機会を与えてくださった思い入れのあるイベントの灯火が消えてほしくありません。これからも開催を継続していくためにも皆様のご協力よろしくお願いします。まだ油断できない日々が続きますが、どうかお体を大切にお過ごしください。以上、しきでした。